宮津市長の木崎でございまます本市は本は年年6月1日に市政施行70周年を迎えました今回来る7月21日の日本三景の日にこの節目をお祝いしまして航空自衛隊ブルーインパルスの展示飛行をはじめとする日本三景天の橋立て海の京都にぎわいフェスタを開催することとしております。 ぜひ市民の皆様をはじめ多くの方にご観覧いただきたいと思っておりますまた来訪者の皆様にはまた訪れてみたいと思っていただけるよう現在万全の体制づくりに向けた準備を進めているところでございます一方で市外からお越しいただく皆様にお願いがあります事前予約として販売しておりました臨時駐車場はすでに完売しております ご来場の際は公共交通機関をご利用いただくなど駐車場予約のない車でのお越しはお控えいただければと存じます店舗の駐車場や民地への無断駐車濃度を含む公道への迷惑駐車はおやめくださいまた当日は大変な交通渋滞が発生すると言われていますので予定通りお越しいただけない状況になることもあらかじめ ご了承いいいたただきたいと思いますご来場の皆様が事故なく安全第一で楽しい一日になりますようご理解とご協力をお願い申し上げます。